はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D 続きやっていきたいと思います。前回からですね、この雷雲の扉というところですね、魔戦士ホゲイラがねいる扉なんですけど、前回ね1回で行こうと思ったんですけど、今いるモンスターね、このドラゴンマシンとかね、ヘラクレイザーとかね、作ったりする材料とかね手に入ったりしたんですよ。コアトルとねテスマシンとかね、それ連れて行ってたんですけど、道中でねレティスが出てきたり、カプリコンが出てきたり、まあいろいろね捕まえるモンスターがいて、パート2つに分ける羽目だったんですけど、今回もね、まあ他国のマスターがいればまあやりますよって言ったんですけど、ここ他国のマスターもしかしたらいないかもしれないですね。よく考えたらこれ魔戦士たちの世界なので、いる方が逆に不自然ですよね。まあそこにちょっと気づかないでね、まあいたらそこからスタートしますって言ったんですけど、ここカプリコンこれいるんでね、わざわざ捕まえなくてもよかったんで、前回捕まえたんですよ、あれ 11% ぐらいで。でレティスも戦ったんですけど、案外強かったです。8000ぐらい HP あったかもしれないですね。まあ、あの鳥系は HP が高いんでね。で前回この5階まで来たんで、5階から何事もなければスタートすると言ったんで、本当に何事もなかったので、まあ、スタートしたわけでありますけど、カプリコン普通にいるじゃん。なんだこれ、レアモンスターかなと思って無理やり捕まえたんですよね、前回ね。こういう扉に来ると、まあ、結構そういうモンスターいるかもしれないですね。井戸、まあ、途中に井戸魔人いましたけど、ゴール層とか持ってましたけど、ね、まあボスまで一直線ですね、これは完全にね。お、ああこのヘルコンドルがね、左に、これなんだ、左は、左は葉っぱかな。この亡者の執念、ああそうだそうだ、そう、これ使えばいいんだ。ステルス、ステルスで、今ヘルコンドルとかだったんで、ラナリオン使ったらないんで、雷がバチバチいってますけど、あこっち系か。あこれ捕まえてない、エビルスピリッツ、これも作ろうかなと思ったんですけど、金塊落っこってるし、3000ゴールドで売れる。これちょっと捕まえますね。ちょっともったいないけど、なかなか捕まらないんですよ、あのここの方々はね。骨付き肉どうなんだろう、前回肉なくなっちゃって、他国のマスターがいるかないかわかんないですけど、いないんだったら肉調達する必要なかったかもしれないですね。お、いいね、 35%。 まあその代わり今回スムーズにいけそうなので、エビルスピリッツ、これもなんかゾンビ系っていうか、なんかそういうのになりますよね。よしよし、捕まえてないモンスターは捕まるのは本当に越したことないので。これヘラクレーザーとかなんないかな、ゴールデンスライムとかゴールデンゴーレムとかなんか配合してなんかなりそうですけど、ちょっとわかんない、ね、ヘラクレーザーじゃねえや、ヘラクレーザーってカブトムシ今持ってるじゃん。これね、名前似てますよね。これの今雲の大王のね、これの色違いで、ドラクエ7のボスでヘルクラウダーだ、ヘルクラウダーっていうのがいるんですけど、金色のね、それの話してたんですけど、名前似てますね、それのね。ヘラクレーザーとヘルクラウダー。カプリコン当たっちゃったね。まあ、戦っても大して強くないんだよ、これね。はい。デスファレーナのが残った。でも、こう結構珍しいモンスターっていうか、まあ、こういう終盤ですよね、もうね。そういうところに来ないと手に入らないようなモンスターなので、カプリコンを使わないと作れないモンスターとかいるのかな、もしかしたら。まあ、何かしらの代用になるかもしれないんで、とりあえず今あの卵の中からね、あのティコとククリが生まれてほしいんですよね。じゃないと手に入らないんで、自分の場合。あー、そこに肉あるけど、ちょっとバチバチしてるんでいっちゃいます。お、肉発見。まあ、今回のボス戦はね、まあ、肉、意味ないですけど。とりあえず、あれ捕まえたんでね、エビルスピリッツ捕まえたのが、ちょっと収穫ですね。あれだけですね、本当に。ここいないんだ、他国のマスター。じゃあ回復して、拾うべきものを全部拾って、もうボス挑むだけですね、今回はね。ここにカプリゴンいるので、
まあ、いる際はね、行く際は捕まえた方がいいです。一回クリアしちゃうと、また最初からやり直しますかみたいなね、話になっちゃうので。まあ、また来れなくなるってことはないと思うんですけど。まあ、そういうならないように、やっぱ捕まえとけばね、巡り合いの扉ってまだ行ってないんですけど、あそこに出てくるとは思うんですけど。うん、アイテム拾いつつ行けば、あと一回立てなんで、そんなに焦ってね、まあ、カットすることもないし。ただ派生していくモンスターに、例えば今のカブト小僧だったらメタルキングと配合でヘラクレイザーとかなるけど、まあその後にね、まあ2種類モンスター作れたりしますけど、あ、こっちか、イザナイルーラスやっといた方がいいよ。2種類モンスター作れるようになりますけど、まあどっちがいいのかなみたいな選ぶと、後でね、後々ね、その途中の派生のモンスターがいたり、サソリアーマーとかなんかいるみたいなので、上には宝箱見えたな。守りの種、うん、来てよかった。まあ後で全振りしてもいいですからね、これはね。確かジョーカー2とかもやったんですけど、すごい中途半端だったんですよね。モンスターの、あれが、昔やった時。全部コンプはしてなかったと思うので、まあ今回は、いい機会なんでね、もう思う存分遊びましょう。もう今何気に、もう体が勝手にセーブしてましたけどね。さて行こうか、丸太を。私の実力を見せるときはついに来たようだな。ところでカズボーイよ、私の連れているモンスターを確認するか？いや、戦うとき見れるからいいです。準備は整ってます。さて行きましょう、ホゲイラ。ブハハハハ、シビがのこのこやってきたか。俺様はこの扉を守る魔戦士ホゲイラよ。クジラですよ。よりすぐりの、えりすぐり、よりすぐり。荒くれ魔物が、荒くれモンスターが揃う。ホゲイラ一味の恐怖とくと味わうがいい。さあ、てめえとパートナーのモンスターから、バトルに参加するモンスターを決めやがれ。口悪いな、本当にな。誇り高き戦士なんだからね。口もちゃんとね。でもあんまり良すぎるとフリーザみたいになっちゃうから。何これ、キラマジンが持ってるじゃん。くれよ。オセアーノ、オセアーノ、マリンデュエルとか、グランスペル SP ってなんか、これ、すごいいいやつですよね。ははは。あ、全種類持ってんじゃん。何これ。くれよ。グランスペル SP いいな、これ。キラマジンが。プリンス。あー、こんなん欲しいな。これ、バルザックにつけたらめちゃくちゃ強いじゃん。キラマジンがスキル、スピルとかさ。まあいいや、戦ってみよう。よし、じゃあ、このメンバーで俺様と戦うんだな。はい。もう表でいけそうですけどね。それでは星降りの大会レジェンド雷雲の扉の試合を始めるとしよう。始めよう。貴様らを打ち負かし必ずや樹氷に精霊石をもたらさん。そうはさせるか。そうは問屋が下ろしませんよっていうね。おー来た。あー鬼コンボちっちゃいね。これバルザックの色違いですけど、色違い3種類全部でかさ違いますよね。リガデーモンとかね。命令はできるって言ったから、バイキルト。バイキルト。行こうか。ホゲイラもね、これね、実はね、作れますからね。まあ、後の話で。わ、勝った。ホホンビートルめちゃくちゃ硬くなかったか、今。146。あ、簡単です。さすが3番目ですね。ナンバー3。レギウスを除いてね。お、需要激烈賞使うんだ。やっぱり、サイフォンよりは強いかな。コーンビートルがなんかすごい強いような気がするけど、一番右にね、でっかいの残ってると、前のね、デッドマスカーみたいに残ったりするので、デッドマスカーは自分作りまして。先になんかこれいきそうですね。ホゲイラ。ちょっとバイキルト、おい、やっぱいった。この対戦強くない？前と、なんか、すごい昔戦った時、あんまジョーカー慣れしてないっていうか、
すごい強かったイメージあるけど、今は本当にそんな大したことないなと思って、こんだけやってるってことですよね、ジョーカーをね。ジョーカーじゃないね、これ。ジョーカーとか、そのモンスターズシリーズって言うのか。それをね。このホーンビートルとかも、作れますね。これ作るのにヘラクレーザーいるのかな、もしかしたら。ステルスアタック。まあ、この時からあるというね。まあ、呪文しか効かないけど。よっしゃ。効かない。出てこない。ドルマドン。ドルマドンは効く。ドルマドン。はい。最悪、息も効く。ただ、物理攻撃が効かないっていう。クルミマに効くんかな、これ。あ、効くんだ。あ、かわいそう。しかも、ステルスアタック効かないし。プレッシャーしかも効いてたんか。プレッシャー効いててもステルスアタック関係ないんだね。ジョーカー3とかだったらそのままね、フーと現れてくんだけどね。勝った。はい、倒しました。あ、大したことなかったですね。うん。俺様が負けた？こんなちびっこに？ちびっこじゃないよ。本当にね、中身はね、すごい大きいんですよ。この俺様が負けるわけがね、差しでやり合えばこんなチビなんか。そらそうでしょ。相手、もうデカさ考えるヘビー級とライト級みたいな感じでね、でも強い人強いっすからね。よせホゲーラ、勝負は消したのだ。潔く負けを認めよ。もうルギウス好きだわ、本当に。敵ながら。こういう性格、ちょっと敵ながら本当に好きだ。まあ人間どもよって言ってますけどね。次の扉、ナビの扉で待っているぞ。本当に潔いわ。本当にこう男らしいっていうか、こういう人になりたいわ。かっこいいですよね。こういう人になった方がいいですよ、本当に。カズボーになった方がいいですよって誰に言ってんだって話ですけど、自分に言ってますけどね。カズボー、私たちの勝利だ。よかった。本当によかった。ルギウス好きだな、本当に。実はな、私にはマルタの国に赤子を身ごもった王妃が待っている。君のおかげでその家族とマルタの国民を守ることができそうだよ。本当にありがとう。いや、本当にこちらこそありがとうございます。テリー、頭下げろ。下げないか。よし、これを記念して君をモデルにした金ピカの巨大な像を我が国に建てるとしよう。ありがとう。それ言い過ぎでございます。この王様も言い過ぎなんだ。お、私としたことが言い過ぎてしまった。確かにそんな像を建てる金はない。金ないの？ありそうだけどね。カズボ様、マルタ王様、ひとまずお見事とだけ申しておきます。さあ、次の扉に挑むカズボ様は私めが回復して差し上げましょう。お、命知らずのマスターカズボに辞表のご加護。いやー、いいところに来たね。それでは星空の闘技場に戻るとしましょう。さて、今回早かったね。すごい早かった。13分ぐらいしか経ってないね。もっと経ったかな。なんじゃ本当に。あ、そうだ、なんかあったね、これね。収まったみたいね。なんだったんじゃ、今の揺れは。この国も成長するということか。はい、揺れの正体は何なんでしょう。まあ、虹の卵が、決してまだ帰ることはないので、まだ多分半分もいってないと思いますので、レベル上げながら、まあ結構ね、ドラゴンマシンとかも、一回行ったら大体、うん、こんなんなのか。14とか19とか。これ持ってて損ないですよね。まあ、なかなかいいモンスターできたので、またじゃあ、まあ退治回ってもいいけど、何かしら見つけたら、そっちの扉行ってみましょうか。それか樹氷行ってもいいけど、まあ何かしら次回やること考えておきます。まあ、とりあえずね、キングモンもいないことには左のスカウト級も無理だし、ピコとククリをねまず産んでしまわないとしょうがないので、あ、金の卵から出てくるみたいなんですよね。で、金の卵売ってないんで今、5万ゴールドとかで売ってるみたいですけど、まあ、5万ゴールドだったらちょっと頑張れば、まあ、いくらだ、5000回まあ10倍かかりますけど、まあ、戦ったりしてれば貯まるので、虹の卵貯めたぐらいなんでね、虹の卵を買えるってことは3個買えるってことなんで、でもまあ確率なんでね、まあ出てくるかわかりませんけど、まあ出てくるまで粘ってね、やる日がいつか来るんでしょう。うん、まあそれだけモンスター作るのが難しいですけど、まあできた時のね、達成感がね、やっぱりね、すごくいいので、まあそこまでね、頑張ってね、やっていきたいと思います。ということで、
まあ、ジョーカー2から引き継がないといけないモンスターもいたりするでしょうから、まあ、それもやりつつやりたいけど、ある程度まではクリアしたいかな。とりあえずね、ラストまで行って、まあ、後日談じゃないけど、ジョーカーやりながらテリーにこれ引き継ぎましたみたいな感じで配信でいいかなと思って。はい、ということでね、まあ、ちょっと今、電話来てしまいまして、カットしたんですけど、まあそれは置いておいて、まあそういう感じでね、進めていきたいと思いますので、まあ今後ともよろしくお願いいたします。ということで今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。